一時は逆転というところまで行きましたけれども、勝ち点1という結果に終わりました。この90分どのようにご覧になってましたか？まあ少しね、小手先のことばかりに頭がいっているような感じだったので、もう思いっきりもうダイナミックなところをやはりこうゲームの中に持ち込んで、その中から、徐々に自分たちの良さっていうものが出ていけばなというところで、そういう部分では選手もしっかりやってくれましたし、結果もある程度ついてきた中で、最後の失点して同点にはなってしまいましたけども、次につながるゲームにしたいなというふうに思います。前節と同じように開始早々に失点してしまいましたけれども、今日は追いつくことができました。このあたりの評価聞かせてください。はい、追いついただけでなくひっくり返したというところは非常に評価できると思います。ハーフタイムには 1-1 で迎えて、どういった指示出されたんですか？今お話しさせていただいたような部分です。同点ゴールのシーンなんですけれども、谷口選手にゴール直前にジェスチャーを交えて指示を出されていたと思うんですが、どういった指示出されてたんでしょう？谷口には、背後のところですかね、おそらくその背後のところの動きを少しもう少し取れる部分で取れなかったりだというよりも、そこをしっかり動くことによって、出し手がしっかりとそこを出せるタイミングを取ったり、技術をしっかり発揮しないといけないなという部分で、背後を取っている選手というのは何人かいたので、そういう少し指示を出したと記憶してますね。今日はやはりその一つ背後というところを狙いにしていらした部分なんでしょうか？もう本当にそうです。相手のゴール前にやはりゴールに どこまでダメージを与えられるか、ゴール前というか相手のディフェンスラインに何人いようがやはりそこをしっかり狙うことによって、やはり大きなダメージを与えることで自分たちのリズムにすることもできましたし、そういう部分はもう少しやっぱり色濃く出していかないといけない、我々の中のスタイルの一つでもありますし、そこはまた少し、前面出していければなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。